小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、三代吉です。今日はお休みということでですね、やってまいりました。ここはどこでしょう？拝島駅、そしてあの西武鉄道の拝島の方ね、改札になります。これでね、今日何をするかと言いますと、お得なね、切符があるということで、それを使って、あちこちね、観光というかスポットとかね、巡ってみたいと思います。それではね、行ってみましょう。よろしくお願いします。機嫌よく出かけた三代吉。さあ、どこ行くんでしょうね。あ、地下鉄だ。ふと新鮮でね、あっという間に池袋から渋谷に出ました。なんで渋谷に来ましたかって言いますとね、ここでしか飲めないあるドリンクをね、目指して、来ましたんで、早速ね、これから行ってみたいと思います。何が飲みたいのかね、ほら、見てのお楽しみということで、はい、どうぞ。まあ、商品を見てください。お目当てのここはね、ここです。こんなが行きます。なんと7つが使えるんですね。自動販売機で売っている生クリーム、ケーキのスポンジも入ってるんですね。なんでもこれは日本で3カ所しか売ってない貴重なグッズだそうですよ。はい、これあの今月までの限定なんで、思わずこっち買っちゃいました。あとね、スタンダードな商品はこちらね、定番で、三代吉は珍しいものとの限定ものにすぐ騙されるんで、こっちイエーイ、これ初めてですね。なんだこれ。おやおや、また地下鉄で移動したみたいです。今度はどこに行ったんだろう。三代吉が映画館で涼んでいる間に周りを歩いてみました。緑豊かな不忍池、こちらはもう本当に都内の避暑地ですね。あ、出てきた出てきた。いや、映画館で涼んだし、ね、ちょっとこっち上の公園の方来てみたんですけど、ここね、実はあの元の都電のね、上野公園駅前の電停だったみたいなんですよ。で、これをね、ちょっと見上げると、うん、あちらご覧ください。当時のね、建物がね、そのまま残ってるんですよ。これどのぐらい経ってんだろうね、年数ね。ああ、まあちょっとそういうとこもね、ちょっと見つけてみるのもね、面白いなぁと思って。うん、いや、しかし暑いね。じゃあちょっと作ってみようかな。不忍池に沿って作られている遊歩道。
実はこちら都電の線路跡なんですね。元の20系統が走っていたところ、ご興味のある方はこの他の専門の方が作っている文献などをご覧になるとより楽しめるかもしれません。そしてまた地下鉄に乗ってどこかへ移動するようですよ。今度はどこへ行くんでしょう。永田町に来てみました。皆さん永田町って言うとどんなイメージありますか？よくニュースとかね、あの国会議事堂がバーンとこう出てくるとは思うんですけれども、ご存知の方は大勢いらっしゃると思うんですけど、今日はちょっとそこから離れて意外なスポットでね、ちょっとここから歩いて行ってみたいと思います。駅近なんでね、すぐに着きますからね、遊びのスポットとしてね、加えてみるのもいかがでしょうか。何やらおしゃれな高層ビルですね。三代吉は、あ、いたいた。どこへ向かってるんだろう。あらあら、まあ飲食店がいっぱい入ってますね。まだなんか食べるんですか？こちらの方にやってまいりました。まだね、外は大変暑いんですけれども、ミストがね、すごい涼しげな感じで、あとは全部ね、地下とか、建屋の中でね、全部ショッピング、グルメ楽しめますのでね、雨の日なんかもね、濡れずにこういろいろと楽しめるんじゃないかなと思います。はい、じゃじゃーん。せっかくですね、東京の紀尾町の、おしゃれなとこに来ましたのでね、時間的にもちょうどいいお時間でランチにしたいと思います。お店さんはですね、釜揚げスパゲティの、スパジローさんっていう、こちらのお店さんにお邪魔しました。8月とかでね、他に季節の限定メニューがやっぱり 2,3 種類ずつ出ますのでね、そちらの方もね、おすすめかなと思います。私の方はちょっとパスタのそちら限定の方ね、挑戦したいみたいと思います。でもね、何はともかく、失礼。仕事中にビールというのもすごい話ですね。そして何やら美味しそうなスパゲティ。羨ましいですね。あらあら、そして何やらギャラリーの展示を楽しんでいるようですよ。へえ、こんな場所があるんですね。はい、地下鉄に乗ってそのまま月島の出口、ここですね。何一見何もないように見えるんですけれども、もんじゃストリートと呼ばれているところです。でね、多分もんじゃのね、お店がね、だーっとこうあるのでね、どっかいいお店見てね、入ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。まだなんか食べるんですか？ちょっとね、日差しがきつかったんで、サングラスをしてみました。ご覧ください。丁寧にね、総合案内所があるんですね。で、ちょっとこちらの方でね、なんかいいお店、聞いてる人の方が手っ取り早いのかな。じゃあちょっとこちら行きましょう。こっちか。食べる気満々ですね。一体どうなることやら。ちょっと追いかけてみましょう。あ、いたいた。お店を物色してるみたいですね。大
丈夫か、そんなに食べちゃって。あれ、うちこんな商売やってたっけかな。もんじゃストリートを歩くみよ吉。これはみよ吉、今日は食べ過ぎです。またお腹が出ちゃいますよ。それに栄養つけても髪の毛は増えないよ。もうお腹いっぱいになりました。いやすごい件数あるんでね、どれにしようか迷っちゃうんですけれどもね、もうね、商店街がまるまるもんじゃ焼きになっちゃってます。はい、もんじゃもんじゃ、もう行くとこ全部もんじゃですね。はい、これはねすごい、もんじゃ好きな人もね、そうでない方も、ぜひねこちらはね一度ね来てみたら、もんじゃ絶対好きになると思います。私はちょっと今日ね、何軒か回っちゃったんで、食べ過ぎちゃいましたんで、今日はこの辺で、撤収したいと思います。はい、今日はですね、各所で食べ歩いてみたんですけれども、皆さんね、交通費が相当かかったんじゃないかなと思うんですけれども、実は今日こちらで、お得な切符でもってですね、リーズナブルに移動してみました。皆さんもね、こういった便利でね、お得な切符を利用して、あちこちね、回られてみて、いかがですかね。三好でした。はい。失礼します。ありがとうございました。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのはもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。